MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回この F103 フリーダムコンバージョンですね、ポケットにやってきておりますので、アスファルト路面でのシェイクダウンというような形になります。前回の動画ではあの MST でのシェイクダウンという動画をですね、配信させていただきましたけれども、まあ、あのカーペットの路面とアスファルトの路面でまた全然違う感じになると思いますし、ただタイヤはあの同じものそのまま使います。前の前後ですね、そのままです。状態も何も変わっておりませんので、はい、まあ、そこからまた何かあのセッティング等々ですね、変えていくかも分かりませんが、ひとまずこのままの状態で走らせてみます。さあ、それではですね、フリーダムコンバージョンキットを組み込みましたタミヤ F103 ですね。アスファルト路面でどの程度の走りを見せるのかやってみましょう。さすがに静かですね、ダイレクトドライブ。普段ここ12でよく走ってますんで、うん、やっぱそれに比べるとホイールベースが長いのと、ノーズあたりがこう細いので見た目がだいぶ違いますよね。まずね、 F1 はなんて言ってもかっこいい。でこのキビキビ感はやっぱ12に通ずるものがありますね、ダイレクトドライブで。前回ね MST 編をご覧いただきましたけれども、カーペット路面走るのとここのアスファルト路面とはだいぶ違うと。この前のタイヤってすごいですね、オールラウンダーですね。もう全然こう破綻なく、いきなりですけど何の問題もなく走ってますね。素晴らしい。これ今フルスロットロあ、なるほど、ブレーキ効いてますね、ちゃんとね。これぐらいですね、これ以上ブレーキ強いと多分ロックしてクルーンってなっちゃいますね。いい塩梅になってますわ。これでスロットルいってギュッと、うん、うんうんうん、早っ、気持ちいい。おお、ちょっと待て、なんか今おかしかったぞ。あ、下がるんかなこれ。バックはしない、あ、バックはしないか、大丈夫かな。わあ、痛い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 。あんまりブレーキきつくかけると開けませんね。
おっと。かかる。ということで、ここのお店はギャラリーも多いというのがね、一つ特徴になってまして、今ちょっと見せる走りをと思ったらストレートだいぶね突っ込みすぎてましたけど、まあまあそういうこともありので、それぐらいなんていうのかな、少々乱暴な走らせ方をしても破綻しないこの懐の深さというか広さというかありますね。だいぶ西日が傾いてきまして、ちょっとアングルも変えましたけれども、このね F1だいぶ楽しみました。で、今日1日4パック5パックほど走らせたんですけれども、だいぶティーバーを硬くしていきました。今までの感覚からするとだいぶ硬いかなという感じなんですけれども、どうやら今のこのシャーシというのはだいぶバッテリーの関係もあって軽くなってるんですね。まあ、そういうこともあって比較的このティーバーというのは硬めにセットするのがトレンドになっているということなんですね。はい、でタイヤもですね、カーペットでも良かったですし、このアスファルト路面も申し分ないグリップを見せまして、で、まあ、4、5パック走らせたわけですが、もうむちゃくちゃ減ったっていうわけでもなくって、まあ、耐久性もあるというか、結構ね、タイヤの持ちも良さそうですので、長く遊べるのかなというところですね。一方で残念なことに最後のパックでね、こう左フロントちょっと引っ掛けてしまってウィングを壊しちゃったっていうのと、スパーギアですね、ちょっとバックラッシュの調整がうまくまだできないみたいで、結局予備も含めて2個あったスパーギアが2個とも、まあ、ダメかなっていうほど傷んでしまいました。もう1枚は完全に舐めちゃったんですけど、この64ピッチっていうのも今までほとんど経験がないぐらい、今まで4タミヤでいうコンマ4モジュールですよね。だから48ピッチに近いところだと思うんですが、あれがまあ細かい方だったと思うので、なかなかねこの64ピッチというのは、難しいのかもしれませんが、まあ、それもちょっとこう慣れていかないとなというところですね。はい、そんなことでありましたけれども、なんせもうね気持ちよく走れるので、またこれからいろんなところへ行って楽しんでみたいと思います。